はい、こんにちは。日本改革徳津沢です。民のかまど、民のかまど、馬様、ピグモン様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがとうございます。昨日ですね、松戸駅西口で、支部長閣議に協力してもらい、政治活動を行ってまいりました。お声掛けくださった皆様、ありがとうございました。ピグモンさんは現場に来ていらしてくれたんですよ。松戸では NHK スクランブルと外国人生活保護廃止を訴えてきました。NHK が下請け集金に廃止してですね、職員集金に切り替え、下請け会社倒産、日曜午後のほっこりニュースですね。山形で集金業務をやっていた仙台にある会社が倒産したそうであります。ネットの反応です。いいね、ざまあ、ほっこり、やった、明るいニュース。NHK の訪問が止まったのはコロナの数少ないメリット、そもそも契約を強制する時点で異常と、2021年の2021年いっぱい、集金人の訪問自粛したんですよ、コロナでね。NHK 集金業務は3年ごとの入札制であります。地域でですね、縄張りがありまして、そこで一番安い手数料を NHK に提示した会社が落札して請け負うんですよ。各書式、書類とか、シールなどのグッズは NHK が無制限に全支給するんで、人員さえ用意できれば、どこでも入札に参加できます。どこでも NHK の下請け会社やれます。なので地方ではですね、傾いた水道配管会社がやってたり、土建屋さんがやってたりする場合があります。コロナ前はですね、ろくな法律知識もない集金人がめちゃくちゃやってて、居座ったり嘘で脅迫したり、やっておりました。実際に聞いた例では、契約しないと裁判になって職を失うぞ。なんでだよってね。お前に裁判にするかどうか決める権限ねえわって話なんですけどね。この機会でテレビがあるのがわかるんですよ。なんか宅急便の方が持ってるような端末振りかざして高齢者を騙すであるとか、この地域で契約してないのここだけですよと言って、騙す。さらには住民の出入りに張り付いてですね、オートロックを突破、これ犯罪です。マンション全軒回ったり、勝手に門扉ガチャガチャ開けて敷地に侵入したりとやりたい放題。名前検索したら性犯罪の前科があるやつで、娘さんがいる父親が激怒。その集金の会社に、電話したところ、会社でも知らなかったらしく絶句していたなんてことも実際に聞きました。今回の倒産した仙台の会社はですね、広告業やラーメン屋さんなどのチェーン店かな、経営も安さ会社らしいんですけど、まあまあどこでもやれんですよ、集金に。だからとんでもない会社であるとか、とんでもない集金にとかいっぱいいたんですけどね。まあNHK 本部の決定だからしゃあないですよね、下請けやめるっていうのはね。岸田総理訪豪、オーストラリアに行ったそうであります。新安保協力共同宣言、イコール実質日豪同盟を出す予定だそうで、ネットの反応です。安倍総理の遺産やぞ、安倍が界隈どうすんのこれ。あとは日英同盟がどうなるか。オーストラリアは天然ガスあり、石炭あり、ボーキサイトあり、小麦あり、畜産あり、日本が組むにこの上ない。中国包囲網が着々と進んでるね。キッシー薄らバカなのにグッジョブと思ったけど、どうやら安倍総理のやりなくしの事業を、完了したってことらしいですね。現金給付事業にはパソナが関わっております。マイナカード普及事業にもパソナが関わっております。乳児幼児に10万円クーポン券、っていうのもパソナが関わるそうであります。ということで岸田政権が現金でなくて、かたくなにクーポンに従う理由は、パソナ
にある模様なんですけどね。まあ、しこたまリベートをもらえるんでしょうね、これね。場合によってはですね、気持ちいい接待とかももらえるんじゃないですか。日米は同盟。日英、日豪、日印は実質同盟っていうことなんですけど、アメリカ以外と、本当の申請の同盟できない理由でも、あるんですかね、これね。憲法的な、あれとかね。私が知らないだけなんでしょうか。日米による中国侵略許すなって、デモを杉並の中学派の皆さんがやってましたけれども、今後はね、日米英豪印によるって、追加しないと。中国侵略を許す。本当はまあ、世界 VS 中国なんですけどね。まあ、中国が、下心出して、台湾とかに、侵略開始しなければいい話でね。戦前の日本は、アメリカ、ブリテン、チャイナ、ダッチ、オランダとイギリスですね。ABCD 包囲網、封鎖を食らいましたが、今後は、ジャパン、アメリカ、ブリテン、オーストラリア、インドの、JABAI 包囲網を中国が食らう番と。ジャバイっすね。ジャバイ包囲網っすね。立憲の泉健太、必要なら憲法審査会で議論すればいい。共産党小池晃、立憲共産は9条を変える議論をしないことを市民連合とともにずっと確認してきた。感化しがたい。衆院選前に、そういえば政策合意かなんかしてたな、市民連合って。なんだっけ、山口二郎ってやつが主導してね。ネットなんです。立憲の共産まで、泉体制で明らかに共産と距離を置いてるよ。これ連合に言われたからでしょうね。泉はバカなので言うことがコロコロ変わるよ。9条がこいつらの言うような素晴らしいものなら、なぜ議論を避けるんだ。堂々と言ったらいいじゃん。改憲議論すらさせないのは政党としておかしい。共産党ですね。左翼の平和は嘘だから。立憲主義って議論もしないってことじゃないだろう。打ち毛羽もっとやれと。山口二郎教授の市民連合が仲介して、立憲共産社民令和、4党合意。政策合意あったな、衆院選前にそんなのが。バカで嘘つきで走らずの左翼同士で合意とかね、約束とか意味ないっす意味ないっす。政府全体がそんな国も近所にありますけどね。ましてや泉はですね、その場その場で都合いいことを言うっていう鳩山風味が強いやつでして、バカだし。これ小沢一郎に代表選挙の時、票の取りまとめ、お願いして、まあ尽力してもらったんですよ。代表選挙、民主党の代表選挙。そんでね、小沢を裏切って役職につけねえかったという、筋の通ってない男、泉健太。だって先輩がやめろやめろって言うもんですから、みたいなね、岡田とか野田佳彦とかが、小沢はやめろって言ったんですかね。あと3年弱は国政選挙なさそうですけど、立憲と共産で候補一本化されると厄介なんで、まあ次の選挙までに徹底的に喧嘩別れしてくれると、日本と日本人の得だな。もう維新に抜かれて野党第一党でも何でもないんだし、楽になっちゃいよ。共産と切れてね。連合だってお冠でしょ。現代表もバカだが、まあ、泉ね。前代表もバカだった。マイナカードと一体化で、顔写真付き、国籍付き、帰化しても元の国籍付き、保険証の普及を何としても阻止したい枝野幸男。紙の保険証がなくなったら、停電の時に、どこの医療機関も確認できないじゃないですか。天下の愚策をやめさせたい。講演会で吠えたそうであります。知念っていうお医者さん、小説家もやってるんだって、この人。今レセプトは全部電子化してんだから、停電だったら保険証だろうがマイナンバーカードだろうが診療できません。そもそも電子カルテ使ってんだよと、たちまちのうちに論破しておりました。ネットの反応です。停電してたら診療どころじゃないだろう。こいつここまで
バカだったのか。そうです、これだけ必死に反対するってことはなんかあるんだろうな、大きな病院なら非常用電源がある。停電時は今の保健所が有効かどうか確認できないから一緒だよ、後から紹介するだけやん。保健所も同じだろ、保健所忘れてっても、あの診察診療受けられますね。まあ一応実費払って後で保健所持ってって確認して差額返してもらうっていうシステムですけど、病院が停電なら診療そのものができない。どうして立民ってこんなバカなの。それを言っちゃおしまいよっていうようなこと言ってますけど、なんかあの僕の考えた最強の難癖って感じで、それっぽくてバカみたい、じゃなくてバカなのか。もともと枝野のね、あの支援者ファンしか集まってない講演会で言い放ったから、こんなあのバカなこと言っても会場はそうだそうだで、枝野はですね受けたって思ってそうですね、暗闇で手術できんのは狭間九郎ぐらいでしょう。そんなね、暗闇で、まああの停電が昼までね明るくたって、レントゲンは使えねえわ、簡単な血液検査もできねえし、顕微鏡も使えない、そもそもカルテ見れん、電子カルテ、よっぽど嫌なんですね、あの保険証が顔写真と通名と本名と、今の国籍と元の国籍が記載になるのが、枝野は困んないかもしんないけど、聞かしてたらまああの困るけど、困る支援者がたーくさんおるんでしょ、枝野で。なんでかんで反対阻止したいんでしょ、でこんなこと言っちゃったんでしょうね。私にとっても日本にとっても大朗報、朝日新聞部数がとうとう400万部切り、10年前の半分以下になったそうでございます。10年前は800万部あったんで、ネットの話です。全盛期の少年ジャンプ以下、ちょっと前に500万部じゃなかった、あっという間に減っていくな。2年前確か500万部でした、年間50万部ずつ減っていく、来年は350万部とかなんのかな。こんなの誰が読んでんの。押し紙は 30% ぐらい、ネットに勝ってた信頼性まで自分で落としたし、まあ嘘書くからね、日付以外全部嘘だもん、元新聞屋だけどノルマのためにいない客作るとか普通、実数はもっと少ないね、早く滅びろと、自分らで自分らの商品を既存してんだもん、嘘書いて。まあ当然ですわね、そんな業界メディア以外存在しねえよ、ほんとバカみたい、つうかバカそのものっすね、NHK スクランブルもいつまでたっても報道しやがらねえしね、他あの新聞の販売店から朝日の押し紙は4割と聞いております。新聞店、の経営者に聞いております。そこはあの朝日じゃない新聞店なんですけどね、毎日は5割押し紙だって、うわーだよね。折り込みチラシはですね3円かける5万世帯で15万円ですって、請求されるのに、この5万世帯がですね、あの実は4割減ってれって、実は3万世帯だったら立派な詐欺事件なんですけど、立件されないよな。ネット広告がですね、あの主で、新聞折り込み広告なんかオワコンだから、皆さんどうでもいいんすかね、お客さんの皆さん、広告主っていうんですか。新聞全体の朝刊発行部数のピークは、2008年から2009年の3440万部でした。で、悪魔の民主党政権が誕生した、鳩山政権が誕生したのは2009年9月ですから、ああこれでできちゃったんだな。この頃は嘘つき新聞の影響力が今の倍あって、これでみんな騙されて民主党政権できちゃったんだな、妙に納得しております。朝日もこの頃は800万部、それが今では399万部で半減。私が生きてるうちに朝日新聞の倒産が見たい。800万の、神様、八百万の神様、よろしくお願いいたします。紙の新聞環境破壊、そちこちで言い続けるともっと減るかな。はっきり言って、あの日本で一番環境破壊してるのは紙の新聞って思いますよ私。牛さんから搾取するなっつって、あのスーパーの、大量の牛乳を地面にぶちまけたビーガンテロがあったみたいですけれども、朝日新聞もこのぐらい極端な連中にマークされるといいっすね。
紙の新聞環境破壊、森林さんを破壊するなぁかなんか言って何やるかわかんないですけどもね、10月22日昨日ですか、ソウルで第11回ユン大統領退陣要求デモ開催、結構な人数ですよ、万はいそうです、何万人かはあいそうです、ネットの話です、ろうそく来たー来たか、意味あるのかね、もう11回もやってんのか、誰がなってもやるんだから、出たー恒例行事、工作員の先導に乗りやすいよな、どんどんやって笑わせてくれ、韓国式民主主義の祭典北朝鮮スパイの労働組合、が主導してるデモなんだって、日本で言ったら連合とか全労連とかね、そういうとこが主導してんだって、ムンムンのいた共に民主党の大統領の時は退陣でもやられない、共にの大統領は北朝鮮に都合がいいもんすからね、左派右派関係なく、現在のユン大統領も反日は変わらないんで、ここはデモ側を応援したいな、退陣してですね、ムンと一緒の共にの大統領に変わればですね、反日がはかどる、えげつない反日しっから、日韓疎遠からの断交に、近づきます、進展です、日韓関係の進展です、これは島根県竹島を軍事占領している敵国と国交なんかそもそもおかしいんだ、断交からの宣戦布告、竹島奪還が正しい姿でしょ、どう考えてもね、レンタル料請求してもいいな、もう何十年も占領してっからね、1年間でまあ10兆円レンタル料、まあ漁場とかもありますから、その付近の、まあ50年としたら500兆円ぐらいレンタル料つって請求してもいいっすよね、払えねえっつったらば、なんじゃ関税上げからつって、そこから巻き上げるつってもありますよね、というわけで、メール党員さん大募集であります、よろしくお願いいたします、デトックスジャパン。